でこれシルクとかですか。シルクって、あの、はい、シルクって、なんかその、あいつが、まあ、ほんと、高校の時だったんですけど、大学生から、なんか、バイトで、なんか、呼ばれて、絶対とかで呼ばれて、シルク二巡のところでやったことがあって、連続バッティング。